どうも、かみさくです。どうも、ゆめさくです。はい、よいしょ。さあ、今日なんですけども、まあ、小部屋ということなんですが、ちょっとお知らせが2つありましてですね、ちなみに現状どういうことかと言いますと、ヨメサックとゲームチャンネル撮ってたりしたんですよね、で、出てもらってるっていうことだったりするんですが、まず1個目が、あの吉本で、なんかまあ若手芸人さんというよりか、こう中堅芸人さんで、なんかちょっと大きなチャンネルを作ったんですよ。あら、そう、吉本で、確かね、90組ぐらいの中堅芸人さんでこう YouTube チャンネルをやる、みんなでやるみたいな、なんかね、吉本のマネージャーさんが旗振って、こういうのやっていこうよみたいな、で、俺はもう素晴らしいなと思って、で、そのマネージャーさんから連絡来て、こっちに、もしよかったらカジサックさんにこう出ていただけないでしょうかって、それはもちろんさ、芸人さんの力になるんだったら出させていただきますって言って、で、それが実は明日なんですよ。明日の夜20時、20時から20時45分まで45分間こう生配信するんですよね。そこに私カジサック出ます。おー、素晴らしい。ぜひだから皆さんちょっと見てください、あの概要欄にも貼ってあるんで、明日の20時からなんで45分間なんかネタもあったりとか、そうそう、あと企画コーナーあったりとか、まあ、ちなみにネタはね、結構な人出るんですよ、それでいうと僕の同期であるファイブギャップ、おーすごい、本当に令和の志村健さんそうですね、と僕は思ってるんですけど、めちゃくちゃ面白いですよ、ファイブギャップだったりとか、あとそれこそ安武、ラフコントロール、ラフコントロールね、こちらメインでもお世話になったけども、ラフコントロールもネタしたりとか、あと僕が一回 M1 決勝で戦った、ザ・パンチさん、結構なメンバーですよ。すげえ、ネタも見れるのいいですね。もうネタ見れて、その後に企画コーナー僕も出るんで、ぜひ見てください、よろしくお願いします。だから吉本も動いてきてるよ、いろいろと。確かにね、なんかワクワクするよね、もう喜んで協力させてくださいよということでございます。そしてもう一個、これ実はちょっと大きなお知らせなんですけども、さくには言ったんですけど、あのこの小部屋で、ラジオやりたいと思います。やったー、ラジオやったー。これだから結構ね、実は嫁サックから もう結構ね、嫁サックって本当ありがたくて、メインでもそうやし小部屋でもそうやけども、普段多分一人で企画会議やってると思う、多分ありがたいですよね、朝方ぐらいにやってると思う、朝方って一人会議かっこいいな。で、子供寝かしつけた後に夜な夜な夫婦時間でやってるでしょ、その時によー言うてくんねん、なるほど、こんなんどう、こんなんどうとか、で、一個あったのが、その明確な企画じゃなかったけど、なんかトンボさんとか安武さんとなんかゆるいのとかやったらどうとか、それこそズームでよくやってたじゃないですか、一時期、あの時にもね、ズームで3人でやったらいいのにとか、3人のトーク聞きたいみたいな、ずっと言うてくれてて、で、俺あったのちょっと引き出し入れてるんです、それ、なんかあるかなと、これラジオじゃねと思って、あーすごいや、そう、まあいろんな方もやってるけど、でもがっつり本当にラジオっていう感じで作りたいんですよ、だから映像なし、音声のみ、もう音声のみ、でもほんとさ、あのはるちゃんの作業用って一回やったじゃない、あの時に私とゆうたでずっと喋って、ゆうたって言っちゃった、全然いいですよ、そこすいません、ゆうたですか、みきこ全然いいよ、すごいなんかその会話良かったみたいなコメントもすごい、やっぱりこうカメラが回っちゃうとちょっとあのうるさいな赤っていう人もいるから、ね、ラジオぐらいが赤ちょうどいいよっていう人もいるかもしれないですね。確かに確かに、でも逆にな、あの作業用って今言ってたから、あのヤフーニュースになってたで、作業用にならねえっつって見た、ね、すごいね、それがニュースになる、めちゃくちゃありがたかったよ、ありがたいっすね、作業用にならねえよっていうのがもうすごいコメント欄にあったんだありがとうございます、ありがとうございます、そういうヤフーニュースは好きでございます平和やんか、だって誰も人を傷つけない、そう、ハッピーニュースね、こんな言うとあれやけど、すぐ傷つけるやろ、いやヤフーニュースさんってなんかさ、切り取ってさ、切り取りが、ああいうのはありがとうございますなんですけど、そうそうそう、だからそうなのよ、今おっしゃったように、嫁さんが言ってくれたように、やっぱり映像があるとどうしても俺動いちゃうし、ハイテンポで喋ってまうやんか、だから俺が思ってるのは本当に緩い、ああいいですね、安武とも僕で、はい、時にはゲストとかも呼んで、あ、わー楽しそう、あの芸人さんもそうだし、あとそれこそ嫁サック出てもらったりとか、中野くん、土橋くんもいるし、木島くんもいれば、確かにいろんな人をゲストに呼びたいなと思っております。あと本当にちゃんとしたいから、ジングルとかも作ろうかなと思って、すごい、最初にめっちゃいいじゃん、エコーかけて、
いや、そこまでやるかは分からへんけど、なんかタイトルコール行って音楽かかるみたいな。そうね、タイトルコールこうエコーかかってるイメージ、うん、それは多分オールナイトニッポンじゃないですか。え、違うの？まあラジオによっては多分。いや、結構ありますよね。あるか、うん、あります、多めではありますね、うん、まあその辺はちょっと考えるわ、うん、タイトルもエコーかけるのかどうか、うん、とにかく音楽ちょっとつけて、そうですね、でエンディングもちょっと音楽つけてみたいな、もうがっつり、うん、ああもう番組みたいな、本当にもうイメージ週1回ぐらい、うん、20分から30分、うん、もうきっかりで決めずに、うん、20分から30分ぐらい、ひょっとしたら40分になる日もあるかもしれない、うん、もうゆるーくトークをしようかな、うん、素晴らしい、最高っすね。これだから安武がむっちゃラジオ好きなんだ、そうか、そうっすね、そうね、嬉しいっすわこれ。だから喜んさんめっちゃやりたいんですけど、めっちゃいい、めちゃめちゃいいと思う。だから俺そこでちょっとまあ安武の裏、うん、そう要は裏竹、ああ裏竹ね、を出したいなと思って、僕たちだけが知ってる裏竹ね。そう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 、弊があるよ。なんすか裏竹って。いやお前ほんまにあるから、うん、安武の裏どういう部分あるあるある。まあまあそれはゆっくりラジオでしょ。普段メインや小部屋では見れない顔を、うん、ちょっとラジオでは、うん、いろいろ考えたんですよ正直。じゃあそれ小部屋で本当にいいのかなとか、うん、そのラジオでもチャンネル作った方がいいんじゃないかなとか思ったんやけど、 あんまりチャンネル数を増やすのもどうかなって思ったりとか、で小部屋のこう、ね、視聴者さんたちって結構緩いのを好きって言ってくれる方が多いから、うん、いろいろそこは悩んだんですけども、ちょっと小部屋にしようかなと思います。トンボもいつもと違ってウェーとか言ってんじゃなくて緩いトンボ。いやいいですよ、僕もちょっといい声でね、いい声で、うん、これが全然面白くない。でもそこをなんとか面白く僕持っていくんだ。ありがとうございます。ゆるゆるでやりたいなと思っております、うん、でこっからがちょっと大事なんですけど、はいはい、僕ちょっと考えました。じゃあタイトルどうするか、うん、まあ番組ですよ一応言っても、うん、ラジオ番組なんですけども、タイトル入りますよ。私カイサック、これはもうね初期中の初期からずっと言ってますよね、はい、我々は何で持ってますか、はい、誰のおかげでやられて やれてますか、はい、視聴者さんでしょ、間違いない。だから私カイサック決めました、はい、そのラジオ番組のタイトル、うん、視聴者さんに決めてもらいます。番組名を、はい、いいでしょ、うん、だからコメント欄にください。この動画のコメント欄にラジオ番組っぽい、はい、例えば、うん、仮ですけども、うん、例えばラジオの時間とか、あーなるほどね、なんか、うん、トンボのタコ踊りとか、わかんないけど、なんすかトンボのタコ踊りって。例えばやんか、どんなラジオだよ。それ書かないでください。安武の安武してる。どんなんがええ、タイトルニュアンスで言うとトンボとか。あータイトルね、そうですね、うん、なんとかラジオみたいなやつじゃなくていいかなと思って。あー確かに、はい、あカジサクラレイディオみたいなことじゃない方がいいかな。レイディオ、うん、まあ、レイディオ世代なんで。ラジオというよりも、うん、でも俺はラジオ入っててもいいんちゃうかな。あー本当ですか。分かりやすいからな。まあまあ分かりやすいですけどね。安武は横文字やろ、どうせ。いや違いますよ、スラッシュフラッシュみたいな。フラッシュフラッシュ HTTP なんか、やっぱあの深夜ラジオが好きなんですよ僕。そう、ほんまに好きやから、はい、うん、そんなニュアンスというか、うん、ちょっと砕けてるトークがしてもいいよっていうような、うんうん、タイトルにもそれが出てる、ね、あんまりカッチリしすぎてないというか、ね、AM っぽい感じの、ね、あがいいですね、はい、なるほど。だからアップ時間もさ、結構遅めにしようか。あ、いいですね。それいいわ。23時とか、うん、いいにアップするとか、うん、あとさ、ほんまにもしこれがさ、ええー、感じになったらでええけど、はい、ええー、感じになったらステッカーとかも作れへん。ああいいじゃん。いいね、いいじゃないですか。その視聴者さんに決めてもらったタイトルを入れてさ、はい、サイバーさんに言ったらすぐ作ってくれる。サイバーさん早いんだよ仕事が、はい、仕事が早い、めちゃくちゃ早いんだから、うん、作ってもらってさ、でさ、あもうどんどん浮かんできた、うん、そのラジオの回のコメント欄に質問たくさん受け付けてた。なるほど、うん、で次回のラジオの時にそのコメント欄から質問を拾って、はい、トークして読まれた方にはステッカープレゼントみたいな。めちゃくちゃラジオやん、これめっちゃええやん、めちゃくちゃラジオ、うん、プレゼントの方法難しいね。プレゼントの方法はサイバーさんや。だから募集はツイッターとかの方がやりやすいんじゃない、プレゼントの仕方。だからそのラジオ用の、アドレスを作っちゃえばいい。あ、それが一番いいですね。それをだからサイバーさんに作ってもらって。何でもやってくれる。どれだけ頼む。サイバーさんは何でもやってくれる。サイバーさんに頼まないで、そこまで。サイバーさんすごいから。そこまで頼まないで。サイバーさんのスピード知らんやろ。いや知ってますよ、それ。朝頼んだら昼には全部いける。早い。すごいな、スピードのサイバーなの。スピードのサイバー、うん、スピードのサイバー。勝手に言うと怒られるでお前。そうなんです。
ちょっと楽しくなってきたな。楽しい楽しい。ちょっとそんなんをね、まあいついつっていうのはまだ決めてないんですけども、うん、ちょっと近々からやっていこうかなって、うん、いいじゃないですか。やってますんで、とにかくね、ぜひ、まあ今回2つでしたから、うん、明日のまずは生配信、うん、ぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。そしてできれば登録の方と、はい、グッドボタンも押してください。吉本の中堅芸人喜んでくれると思うんで、はい、ザ・パンチさんって俺先輩けどね。そうですよね。ぜひ明日の20時見てください。そしてラジオ番組、はい、タイトルよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。みんなでちゃんと選んで決めるので、はい、真面目なやつがやな、うん、そうですね。そう、先ほど言っちゃった田んぼのタコ踊りとかそういうのはもうなしですから絶対つけないからあんまりふざけたやつはなしで。そうね、うん、いい感じのね、カジサックの部屋とかカジサックの小部屋とかなんかそういうニュアンスがいいよね。そういうのとか、うん、あ、そうですね。そういうニュアンスね、うん、ただラジオの部屋ではちょっと違うんじゃないみたいな。まあ、そうですね。もうちょっとまあまあいろいろいいですもんね。いろいろね、うん、お任せします、はい、みんなでコメント欄見ましょう。はい、はい、というわけで終わりです。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。